NDR エルプフィルハーモニー還元楽団は1945年に結成された北ドイツハンブルクに本拠を置くオーケストラ。旧称はハンブルク北ドイツ放送公共楽団。現在の本拠地はハーフェンシティにあるエルプフィルハーモニーハンブルク。エルプはハーフェンシティが面するエルベ川を意味する。2016年までの本拠地ライスハレその楽団名に NDR を関する通り、北ドイツ放送協会の放送オーケストラである。本拠地は、2016年までは、ハンブルクのライズハレ、2017年1月からは、新たにオープンしたエルプフィルハーモニーハンブルク。現在の主席指揮者は、アラン・ギルバート。かつて、北ドイツ放送交響楽団と称しており、こちらの名称で、当該楽団を知る向きも多く、 旧正の楽団名でのレコーディング作品等も存在していることから CD などの購入の際は留意する。北ドイツ放送はこの NDR エルプフィルハーモニー還元楽団の他にハノーファーにもハノーファー北ドイツ放送フィルハーモニー還元楽団を所有している。第二次世界大戦後、旧西ドイツでは各地のラジオ局による放送オーケストラが結成されたが、 北ドイツ放送交響楽団もその一つである。終戦直後の1945年、ドイツの指揮者、ハンス・シミット・イッセルシュテットのもとに、イギリス軍将校二人が訪れ、ハンブルクの放送局で、交響楽団を創設してほしいと依頼し、創設に尽力する。当初は、北西ドイツ放送交響楽団として結成され、後に、ケルン放送交響楽団を分離し、 北ドイツ放送公共楽団となる。シュミット・イッセル・シュテットは初代の主席指揮者に就任した。結成直後の1951年には巨匠ビルヘルム・フルト・ベングラーが指揮台に立ち、地元ハンブルク出身である作曲家ヨハネス・ブラームスの作品が演奏された。この時に演奏された公共曲第一番は録音も残っている。その他にもハンスクナッパーツブッシュ、 エイリヒ・クライバー、カール・シュー・リヒト、オット・ー・クレ・ンペラー、カール・ウェーム、フェレンツ・フリッチャイ等が式台に立った。地元ハンブルク生まれでもあるブラームスの作品は、その後も一貫してこのオーケストラの主要レパートリーの一つであり、シュミット・イッセルシテッド・バントとは公共曲全集も完成している。伝統的な作品のに現代音楽もレパートリーとしており、ブルーのマデルナや、 ピエール・ブーレイズ、クシシュトフ、ペンデレツキ、松下真一らの作品も彼らの指揮により、初演を行っている。シュミット・イッセル・シュテットの退任後、1972年からモーシェア・ツボンが第二代首席指揮者を務め、1979年には東ドイツから亡命したばかりのクラウス・テンシュテットが第三代首席指揮者に就く。しかし、テンシュテッドは、 楽団との関係がうまくいかず、1981年の演奏旅行中に辞任してしまう。後継には、ケルン氏の音楽総監督を務めたギュンター・バントを第4代、主席指揮者として迎える。バントは、オーソドックスな演奏で評判を呼び、楽団員からの信頼も厚く、主席指揮者退任後の1991年以降でも、名誉指揮者として、2002年2月14日に、 ボスするまでこの楽団に客演した。バントの後は、ジョン・エリオット・ガーディナー、ヘルベルト・ブロムシテット、クリストフ・エッシェンバッハ、クリストフ・フォンド・ホナーニが、主席指揮者を務めた。2011年からは、トーマス・ヘンゲル・ブロックが、主席指揮者で、アラン・ギルバートが、主席客演指揮者。2015年からは、クシシュトフ・ールバンスキが、主席客演指揮者に就任した。 ドイツのオーケストラが外国人指揮者を迎える傾向の強い現代にあって比較的ドイツ人指揮者を迎える比率が高い団体である。2012年に新しく建設されるエルプフィルハーモニーハンブルクへ本拠地を移転する予定であったがホールの建設が遅れ開館は2017年1月になった。同年2月11日より楽団の名称をそれまでの 北ドイツ放送公共楽団から、NDR エルプフィルハーモニー還元楽団に、一新した。エルプフィルハーモニービアとフリューソンズ2015、フェアティヒ北ドイツ放送公共楽団が、北ドイツ放送、エルプフィルハーモニー公共楽団に改名、NDR ノードドイッチャールントフンク2016年2月12日、付けリリース文書、共同通信 p r ヤ r 経由アーカイブ。 ありがとうございます。